そうか。前回ですね、火野村ラーメンの普通のを頼んだんですが、今日はこちらのジャンボ、どれぐらいいっぱい入ってるか食べてみたいと思います。それではいただきます。チャーシューは4枚ですね。で、煮卵が1個半分に割ってあります。ごちそうさまでした。写真見てもそうなんですが、おそらく2倍は入ってないと思います。大体 1.5 倍ぐらいかなっていうような量の多さでした。なんか味は前回来た時よりガーリックがなんか強めになってるような気がしました。気になる方は一度試してみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。